いいっすね。よし、じゃあまずは学校の生徒に聞き込みするのがいいだろう。メールが送られてきているやつに何か共通点があるかも。やっべえ、今何時だ。まずい、急がないと完全に遅刻だ。チロ、お先に。あ、ずるいぞサブロー、こいつどうするんだよ。ったく、しょうがねえな。だったらお前は俺と一緒に学校に来いよ。今マイクを起動して、僕はただ今日は楽しんでってねって。へりくつを言うな。ルールを守れないならバトルへの参加も認められないぞ。お姉さん怖い、僕泣いちゃうかも。你们太失望了。なんでここに君が。って、そうか、横浜ディビジョンに住んでるんだったよな。でも俺に会いに来たような感じがしたんだが。いや、きっと気のせいだな。そう、俺なんかに会いに来る人がいるわけがない。俺なんかに会ったって楽しくもなんともない。え？なんで俺に。なんだこの子供は。お前もアオヒツギとグルか。アホか、んなわけねえだろうが。かばうとためにならないぞ。くそったれ。そいつは本当に関係ねえ。俺が行きゃいいんだろ、行きゃ。なんだ、急におとなしくなったな。やはりその子供も。おいてめえ、耳が悪いのかよ。俺様が行くって言ったろうが。いいだろう。ならこれ以上は逆らわずにおとなしくついてこい。ああ、また横浜で爆破事件が起きるかもしれないからな。怖くなったらうちに泊まりに来るってのもできなくはねえし。はぁ、何勝手なこと言ってんだよ。僕は断固反対だからな。だからあれは俺じゃねえって。ねえねえ、さっきの動画をスクショしてパソコンに取り込んでみたよ。仕事が早え。で、格大と。やっぱり大スター。そうですね、それがしが思うにこの間抜け面はダイス以外の何者でもありませんな。違う、他人の空になんだ。お前もそう思うよな。かっこいい。そうか。まあこんなイカした面構えのやつはそうそういねえよな。おい、酒が足りねえぞ、早く持ってこい。さっき出したばかりでしょ。それに何杯目。もうこの辺でやめておいたら。うるせえ、客に酒出せねえってのか。どうやら面倒な客がいるようですね。それくらいにしたらどうですか。絡み酒は迷惑ですよ。だと、偉そうに言いやがって。てめえ何様だ。酒は楽しく飲むものだ。周りに迷惑をかけるものではない。お前に酒の飲み方をどうこう言われたくねえよ、ボケ。どうやら本当に頭を冷やした方がいいようだな。何する気だ。やめてくれ。ちょっと暴力沙汰は困るわよ。外に連れて行くだけですよ。ほら歩いてください。夜遅くまで付き合わせて悪かったな。あ、そうだ、腹減ってないか。遠慮しなくてもいいんだぞ。俺も腹減ってるし、駅に行く前に夕飯を食べよう。おごるからついてこいよ。うん、うまそうに食べてくれたから俺もおごった甲斐があったよ。これとこれは買ったし。うん、これで全部か。
いろいろ持たせて悪いな。重くないか？お前が頼りがいのあるやつでよかったよ。ああいう依頼はできる限り受けてやりてえしな。今日は付き合ってくれて本当にありがとな。何でもやってからには何でも引き受けないといけねえんだけど、今日みたいに次郎も三郎もいないときは結構大変だったりするんだよな。だからお前がいてくれてマジで助かった。すげえじゃねえか。迷惑をかけた上にお願いまで僕の連絡先を教えておくから、困ったことになったらすぐに連絡をくれるといいよ。ドッポ君のことはもちろんだけれど、君自身が困った時でもね。これでよしと。それじゃあ気をつけて帰るんだよ。承知しました。ここ掘れ、ワン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 、3回回ってニャーと鳴く。ニャーニャーニャー面白いねえ、君も何かお願いしてみたら。もう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 、てかなんで動物の鳴き真似ばっかさせられなきゃなんねえんだよ。なんだ、我に帰ってしまいましたか。動物ごっこもう終わり？俺はコキ使っていいとは言ったが、おもちゃにしていいとは言ってねえぞ。ですが今日はこの人にお詫びをするための食事会です。そのためなら何でもしなければいけないのでは。何でもつっても限度があるだろうが。ほら、飯も取り分けてやるし、なんなら肩でも揉んでやるよ。それくらいもてなしてやれば文句ねえだろ。こんなことってほどでもないと思うけど。ああ、そっか、君は普段おもてなしする側なのかな。そういえば店を手伝っていると言っていましたね。なるほど。ま、接客じゃなくても。じゃあ今日は貴重な体験ってことだね。それは心ゆくまでおもてなしされなきゃ。そうだな、了解。何でも言いつけてくれよな。そうそう、遠慮は無用ですよ。姉ちゃん、多分こいつはあんまり経験がないんじゃないでしょうか。こうやって誰かとご飯を作ったりするのが。 DJ ろくろは忙しそうな人っぽいですし、それにさっき戦争孤児だって言ってましたから。なのでこうやって家族で食卓を囲んでいただきますってするのも珍しかったんでしょう。そっか、食事に誘ったりしてかえって傷つけたか。こういうの押し付けがましく思うやつもいるだろう。そういう気持ちになったとしても仕方ないと思うしな。前向きなんだな。そう言ってもらえてよかったぜ。玉ねぎとかおかしなこと言って悪かったな。俺は全然そういうの気がつかなかったから。まったくだ、ジローには想像力ってものが足りないんだよ。いやだってよ、こいつすげえ馴染んでねえか。当たり前みたいにうちまでついてくるし、一緒に料理するし、一人で寂しいんじゃねえかとか、今までこういう経験ないんじゃねえかとか、そういうことを考える余地もないっつ。そうだな、こいつは暗いところがねえよ。それに今日知り合ったとは思えないほど俺たちに打ち解けてるしな。きっと一二のおかげですよ。一二が優しいから打ち解けやすかったんだと思います。間違いないよ、こいつもうなずいてるし。そう言ってもらえんなら誘ってよかったわ。ほらもっと食えよ。嘘ですけどね。